ユルゲン・グラボースキはドイツのサッカー選手。選手時代のポジションはフォワード、ミッドフィールダー。1960年にビースバーデンの FVB ブリヒレーニというアマチュアクラブに入団したが、1965年に監督のエレクシュバルツに認められアイントラハとフランクフルトへ移籍した。フランクフルトでは主にゲームメーカーとしてプレーし、1980年に 対談するまでの間に、リーグ通算441試合に出場し、109得点を記録し、2度の DFB ポカール優勝に貢献した。また、1977年12月には、暫定監督として1試合の指揮を取った。西ドイツ代表としては1966年5月7日に、行われたアイルランド代表との国際親善試合で、デビューし、同年に、 イングランドで開催された 1966FIFA ワールドカップの代表メンバーに選出された。当時の代表の中盤はフランツ・ベッケンバウアー、ギュンター・ネッツァー、ボルフガング・オペラートラを要していたため出場機会を得ることは困難だったが、スーパーサブもしくは本来の攻撃的ミッドフィールダーではなく右ウィングのポジションを獲得。1970年に メキシコで開催された 1970FIFA ワールドカップ1974年に地元西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップと3大会連続でワールドカップ出場を果たすなど国際 A マッチ44試合出場5得点を記録した。1980年3月15日に行われたリーグ戦のボルシア・メンヒエングラートバッハ戦において ローター・マテウスからタックルを受け負傷したため、UEFA カップ1979から80、決勝に出場することはできず、この時の怪我が元で1979から80、シーズン限りで現役を引退した。ありがとうございます。